お、いいぞいいぞ、アタックを決めている。いいね。さて、うわ、さて、どうなる。うわ、はい、さて、うわ、楽しい。うわ、やばい。うわうわうわ。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ベイブレードバーストクワッドドライブよりサイクロンロクテイバーです。それでは見ていきましょう。ということで、最近自分このクワッドドライブっていう海外のねベイブレードシリーズレビューしてますので、ぜひ見てみてください。で、今回こちらもう名前で気づいた方いるかもしれないんですけれども、日本だとサイクロンラグナルクっていうね名前で出ていたやつの海外版となっております。で、カラーリングもだいぶね違ってますよね。ということで見ていきましょう。はい、こんな感じになっております。で、ドライバーとかも結構変わってるので、そこら辺も見ていければいいかなと思っております。それでは早速開けていきましょう。はい、ということで、あ、もう出てきましたね。はい、こんな感じで、はい、で、この紙の中に入っていると。はい、それでは取り出していきましょう。中身を取り出すと、ランチャーとサイクロンロクテイバーが入っております。それでは早速見ていきましょう。まずはこちら、サイクロンロクテイバーですね。で、今回サイクロンロクテイバー R7 という名前になっております。いや、めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。このブラックとレッド、そしてこの刃にはこの黒の塗装がされていると。あ、これバトルしてたらちょっと激そうですね。はい、そして今回グラビティリング、これ6になっております。元のサイクロンラグナルク、まあ、日本版ですね、もこの6になっているので、ここ共通ですね。はい、あ、でこの日本版よりも結構こう、なんだろう、肉抜きが多い、いや肉抜きは同じかな。この軸ピンがあるおかげで、こっちのね日本版は重くなってそうですね。はい、そして次こちらディスクなんですけれども、これ日本未発売ですね。これがアクイロンっていうねディスクになっております。なんかめちゃくちゃ面白い形してますよね、こんな感じで。はい、刃が6個ついてるのかな、こんな感じで。はい、でここがなんかパイプみたいな感じでこう隙間があるという感じになっております。まあ、重さ的にはそんなに重くはないですね。いや、でもめちゃくちゃなんかかっこいいですよね。はい、そして最後ドライバー、これが9マッシブ9プラスフリューゲルっていう、このフリューゲルと、はい、マッシブの2つになっております。この、はい、まあいいですね、この組み合わせ、なんか面白いですよね。はい、ということで、まあこれを組み合わせると、はい、これでサイクロンロクテイバー R7 アクイロン9マッシブ9プラスフリューゲル6というカスタムになりますね。いや、この組み合わせ面白いですね。この赤と青っていうねカラーリングいいと思います。で、ちょっとこのラグナルク、今までにどんなカラーリング出ていたのかちょっと見ていきましょう。まずこちら、はい、これが一番最初のランダムブースターでね登場したんですけれども、もう一つありまして、こちらですね、赤金、はい、この二つが最初ランダムブースターで登場しましたと。はい、そしてあとはこれですね、これがあれかな、アストラルスプリガンのセットについてきたとかだったと思います。はい、こんな水色のねラグナルク、青と水色のラグナルクということで、こう3種類一応あるんですよね。で、プラスこの海外版のこの赤黒っていうめちゃくちゃかっこいいのが来ました。皆さんは何か持ってますでしょうか。それでは重さを測っていきたいと思います。ちょっとこのパーツをバラして、それぞれの重さをね測っていきたいかなと思っております。まあ、このぐらいバラせばいいんじゃないかなと思います。で、こっちもこのグラビティリング外して、はい、これで測っていきましょう。まずはこちらサイクロンラグナルクの
重さが15ちょうど 15g と、はい、ですね。そして次サイクロンロクテイバーが 10.93。 あ、やっぱりちょっとこのこれとかですね、金属ネジとかの、はい、分重くじゃない軽くなってます。そして次6アーマー 13.31 ですね。で次グラビティリングの6は 1.60。 やっぱりねこうメタルじゃないのでね、プラスチックなのでめちゃくちゃ軽くなってますと。で次気になるのが、はい、こちらギガディスクいきましょう。ギガが 32.42、 やっぱめちゃくちゃ重いですと。でこれアクイロンどのくらいなんでしょうか。 24.63。 まあまあですね、まあ、ちょっと軽めではありますけれども、ギガが重いんですよね。はい、じゃあ次ドライバーも一応ネバー 7.5 ですね。でこちら旧フリューゲルマッシブ、あ、6.96。 あ、これでも軽いんだ。はあ、はあ、一応全部軽くなってますね。まあ、ということで一旦これを全てこう組んだ状態でも測ってみたいと思いますね。はい、でこっちのサイクロンラグナルクも全て組み合わせて測っていきましょう。それではいきます。はい、合計の重さは 68.24g。 こちらのサイクロンロクテイバー R7 は、はい、44.12。 やっぱりめちゃくちゃ軽くなってますね。じゃあちなみにちょっとこのハズブロ版、はい、デストラクションベルファイア44、あ、だいたい44くらいですね。はい、ということで早速もうバトルやっていきましょう。それではこちらのサイクロンロクテイバー R7 アクイロン9マッシブ9プラスフリューゲル6、これなんとこのサイクロンラグナルクのシール貼ったんですけど、めちゃくちゃ合いますねこれ。ということでこれでちょっとまずはどんな動きをするのかやっていきたいと思います。いきます。はいはいはい、と、あー、めちゃくちゃいい、安定してる。はい、それでは次マッシブどうなんでしょうか。それでは行きましょう。お、動きますね。はいはい、ということで、はい、一旦これを戻してから、はい、それではバトルやっていきましょう。一番最初に戦うのはこちらです。デストラクションベルファイヤーの、ネクサス、このやつです。それではいきましょう。お、激しい。わ、かっこよ、かっこよ、この色。さて耐えきれるのか。うわ、スピンフィニッシュ、デストラクションベルファイヤー。ということでちょっとじゃあ次はこの、はい、先端をマッシブにしていきたいと思います。そしてこっちのベルファイヤーは、はい、こちらイールディングでいきましょう。それではいきます。さてマッシブどうなるか。あーっと引っかかっているか。お、いいぞいいぞ、アタックを決めている。いいね。さて、うわ、まさかのバーストされました。いや、でもバーストめちゃくちゃ楽しいな。やっぱりこうバーストしてこそですからね、ベイブレードバーストなんで、めっちゃ楽しい。それでは次はこれハイモードにすることができるのでやっていきましょう。はい、ハイモードにしてあげて、でもう一回組み直すと、ドライバーはこのフリューゲルのままでいいですかね。そしてこっちのデストラクションベルファイヤーもハイモードに
して、ハイモード対決ね、やっていきたいと思います。こんな感じで、はい、やって、で、あ、こっちはベンチャーにしましょう。はい、これでいきます。はい、こう整えまして、はい、これでいきましょう。さて、どうなる？バーストフィニッシュですわな、これは。それでは次は、こちらのマグマイフリーターとね、戦っていきたいと思います。いきます。おっと、うわ、これは、うわ、バチバチですね。いや、しかし、ローモード、どうなるか。うわ、体勢が崩れている。あ、やばい。うおー、スピンフィニッシュ。それでは次はこのドライバーチェンジ状態でもね、戦ってみたいと思います。で、こっちのマグマイフリーターもジャギーなので、これアタックですね。はい、ということで、バチバチにやっていきましょう。それでは、いきます。さて、お、動き回る。両者動き回る。そして、当たるか？当たるのか？さて、当たった。お、お、こりゃ、あー、スピンフィニッシュ。それでは次は、ハイモード対決ね、やっていきたいと思います。こっちのマグマイフリーターも、ハイモードにしまして、はい。で、ドライバーはこのままの状態でやろうかなと思います。ジャギー対マッシブですね。それでは、行きましょう。さて、うわ、うわ、やばい、ぶつかり合っている。いいぞ、いいバトルなのではないでしょうか。さて、こっから落ち着いてきているが、さーて、どうなる。うぇい、スピンフィニッシュ。それでは今まで出てきたこの3機全員でバトルやっていきたいと思います。いきます。さて、うわ、楽しい。うわやばい。うわ、なんとサイクロン6テイバーのみがバーストするという。バーストしやすいのかな。このバトルめちゃくちゃ面白いので、もう一回やっていきましょう。うわ、うわ、大バースト祭りじゃ。ということで、今回のサイクロン6テイバーのレビューいかがだったでしょうか。いや、このハズブロのこのクワッドドライブシリーズ、なかなかバーストしないなって思ってたんですけれど、この6テイバーめちゃくちゃバーストしますね。今個人的にはすごい楽しくていいと思いますね。てか、意外にもこのシールめちゃくちゃ合うなと思いました。この黒赤ですので。はい。まあ、ということで、まぁ、あ、今後もね、このクワッドドライブシリーズのレビューね、やっていこうと思ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、今回の動画いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。